ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマジョーと申します。この番組は、毎回癒しのプロをお呼びして心と体と楽しいを癒す情報をお伝えしています。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますのでチェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますのでたくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリスンラジオというアプリがありますのでそちらをダウンロードして FM ギノアンからお楽しみください。それではこの後5時まで、お付き合いください。それでは一旦 CM を挟みまして今回のゲストの方をご紹介していこうと思います。それでは一旦 CM です。雨の音ね、めっちゃ入ります。はい、皆さん、何を探したんですか。僕のページに、僕のページに出たんですから、メッセージから自分に入ってくれたんで今、流れてるんですよ、こうやって今まで。で、これを僕のアカウントで流してるから、それだけじゃなくて、絶対のアカウントでも流してる。だから、シェアするっていうバカなんですが、今日の発信ができますので。すいません、言うの忘れてたよ。ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は毎回癒しのプロをお呼びして心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。さて今日のゲストの方をご紹介していきたいと思います。今日のゲストはですね、6月23日に竜宮城プロジェクトというイベントが沖縄であるんですが、その、
ボランティアスタッフさんということで、ホラガイ隊長の具志堅富子さんと元永亜希子さんに、おいでいただきました。はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、いつもはその、まあ、癒しの情報っていうかな、あの心の話とか、はい、いろいろやってる番組なんですけど、はい、まあ、今回はね、沖縄でもちょっと珍しいイベントというか、ちょっと大きなイベントというか、はい、そういうのがあるということで、はい、ちょっとラジオで紹介したいという話がね、はい、ありがとうございます、はい、ありまして、あ、そう、ジョニーさんからそうですね、ご紹介いただいて番組に出させていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、軽く自己紹介など聞いていいですか。はい元永さん、はい、皆さんこんにちは、元永亜希子と申します。今回6月23日に竜宮城プロジェクトという、イベントを開催します。そのスタッフで今日は参りました。みんな、今週末の、イベントに向けてもう本当に楽しく嬉しく大人の文化祭に参加するかのような準備で毎日動いております。今日はその話をさせていただけるということで喜んでまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、具志堅富子と申します。私もこの、竜宮城プロジェクトに、まあ、関わっていろいろとボランティアスタッフとしてやっていますが、実はこの、プロジェクトの中で100人の女性でホラガイを吹こうという最初のお扉きをやるんですが、その、竜宮ホラガール竜宮ホラガールの隊長をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。隊長トミちゃん竜宮ホラガールですか。竜宮ホラガールです。あ、失礼しました。竜宮ホラガール、もう面白そうですね。100人でホラガイ吹くんですか。そうなんです。もうホラガイ音が出た時のあの喜びは何とも言えませんよ。ただでさえね、すごいなんかブーンって響きそうな感じするんですけど、うんうんうん、まあホラガイがメインってわけではないと思うんですが、そのすごいことになりそうだなと思って。はい、はい、すごいことになります。なります。ではですね、早速今日はですね、じゃあ竜宮城プロジェクトってね一体どんなもんなんだろうとか、うん、いうお話とかですね、まあ、はい、じゃあ どうやって始まってどんな風に進んでて、で今お話に出てきたホラガイってどんな風になんていうんですかね、やっていくとか、うんうん、そして実際にちょっとホラガイも聞いてみたいなと思うので、はい、まあ、後半の方でちょっと聞きたいなと思います。マイク大丈夫でしょうかね。ね、いいんじゃないですか、壊れても。もうそれぐらいのパワーがホラガイにはあります。ね、修験道の方か、誰かから聞いたんですけど。ホラガイっていうのは本来はそのなんだっけ、カジキ島か何かでその癒しのエネルギーを伝えるっていうことで吹いていたということを聞いたことあるんですが、まあいろいろホラガイの話もこの後聞いていきたいと思います。じゃあまずはですね、この竜宮城プロジェクトというそのイベントがね、6月23日日曜日、はい、沖縄コンベンションセンター展示棟で、はい、まあ、10時開場11時開演とあるんですが、はい、ちょっとイベントのその内容や内容をまず聞いてもいいですか。はい、この竜宮城プロジェクトというタイトルのイベントなんですけれども、うん、これは6月23日、はい、沖縄でいうと慰霊の日、うん、これまで私たちが鎮魂だったり、はい、そういう
これまで戦争で亡くなった方たちをの命をこう弔うという大事な日だったんですけれども、はい、この日に命の感謝祭というのをしようということで、うん、ぬちぬぐすうじさびらというこの副タイトルがついております、はい、で私たちが今ここにいるのは、うん、その戦火の中を、うん、生き延びてきた人たち の、はい、DNA がこう引き継がれていて、うん、その命を今ここにいるという命のお祝いをしようで、みんなでこれから先に向かって喜びを表現していこうという、うん、そういうお祝いもをしながら、はい、みんなで命の感謝をする日になります。素晴らしいですね。はい、僕方言弱いんですけど、うん、ぬちぬぐすうじさびらって、はい、この言葉はですね、尾長ブッデーさんのお父様ですかね。ですね、戦争が終わってあと、はい、収容所に入っている時に、はい、まあ、みんなの心がやっぱりこの戦争で、こう沈んでいる時に、はいはい、命を喜んで讃えてっていうことで、はい、この言葉をぬちぬぐすうじさびらという言葉をで表現して、みんなでお祝いをしようというふうに、ん、作った言葉なのかな、うん、聞いたことありますね。確かに、なんか三味線を弾いて、はい、こうもう落ち込んでいるみんなをこう、うん、元気にするっていうことをやった方の言葉だと聞いてます、うん、戦争はね、悲惨な出来事であったかもしれないけども、うん、戦争終わった後に残った人は生きてるわけですからね。そうですね。ぬちのぐすうじさびら、はい、命の感謝祭、はい、素晴らしいですね、はい、沖縄だとね、この6月23日、ね、慰霊の日ということで、まあね、それにちなんで子どもたちは平和学習があったり、そうですね、まあ、なんていうんですかね、うん、黙祷、はい、12時に黙祷して、はいはい、ありますけどね、はい、そう、悲しいイメージがね、うん、やっぱり常にあるんですね。そうですね、慰霊の日は、はい、ね、そういう中でちょっとね、ではなくてっていうわけではないんですけど、その次ですよね、その先、はい、今までその慰霊の、うん、みんなでその日を大事に思い出して、はい、これまでの人たちのこの命に、うん、癒すというかね、そういう日だったんですけれども、はい、これからは、うん、まあ、もう戦後70年経っているので、はい、もちろんそれも大事、これはもう沖縄ではずっと続いていくことだと思うんですけれども、はい、その先また、うん、その後から生まれた子どもたち、はい、これから未来に向かって生きていく人たちにとって、うん、輝く日になろう、命に感謝してお祝いする日にしたいなっていう思いがすごくこのイベントには込められていて、はい、だからみんなで命を讃えて喜んで、うん、楽しむ日にしようという日です、はい、素晴らしい。今までこう、はい、やっぱり戦争で亡くなった自分の、はい、敬う藤のことをもう本当に悲しみ苦しみ全てをこう、うん、ね、やってきて、はい、でそれをさらに乗り越えて私たちはその引き継いでもらった命を輝かせる、うん、その命を引き継いでもらったことへの感謝の気持ちで、はい、こうやっぱり自分の命がこう引き継がれて今自分がいる、うん、それを輝かせるっていうことは、はい、自分が喜ぶ、喜んで生きていける人生を歩むということにつながると思うんですよ、はい、でそれができる、それをやれる、この最初の一歩にできればな、はい、本当に苦しみ悲しみを乗り越えた次の、はい、輝きにつなげていければなと、ね、いうことで、うん、はい、このイベントは、はい、素晴らしすぎた僕古神道っていうのを勉強してるんですけど、はい、それに鎮魂味噌義行っていうのがあって、はい、日本人がね昔かな、うんうん、
自分の心が荒れると、まあ、うん、荒ぶるとか、あの、うん、聞いたことがあると思うんですけど、うん、そのバランスを失ってたり、自分の魂が過去や未来の心配事でチリチリになってる、うん、でそれを自分に収めの中に収めていく、うんうん、そして本来のその、はい、まあ神としての自分というかですね、はいはいはい、本来の役目を持った魂を持つ自分として戻る、ね、はい、これをあの鎮魂、みそぎと鎮魂をやっていくんですけど、うんうん、あのそのね、笑いとか、うん、体を動かすこととか、うん、なんでしょうね、まあ、いろんなことあると思うんですけど、その笑ってこのね、勝ち足みたいな感じの踊り、うん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 、あれも払いなんですね、うん、わーって払って、うんうんうん、でふーって落ち着いて、その時に古いエネルギーはどっか行って、うん、新しい自分にまた戻って、はい、新しい自分に戻るというか、戻ってきてまた、うん、本来の自分に戻るという感じなんでしょうね。そうそうそう、うん、でさっき聞いてね、この、うん、踊りもあるとか、そうですね、この実はですね、このボラン、うん、あのスタッフがもう本当に9割9分ボランティアというかスタッフがね、うん、9割9分もあのボランティアの人で構成されていて、はいはい、本当に素人の軍団でやっているんですけど、うんうんうん、毎回笑いがあるんですよ、はい、この状況で笑ってられるって、まあ、あのね、他から見たら本当にそう思うんですけど、常に笑いがあって、あ、素晴らしいですね。そうですね、もうみんながあの楽しんで、でみんながこう集まってきて、はい、いろんなことを喋りながらこれに向かっていくという時に、うん、もうあの楽しくて嬉しくてって言って、まさにもう竜宮城で時間を忘れて時間を忘れて過ごしているっていう、ね、ミーティング自体が竜宮城です。面白いですね、はい、素晴らしい。僕竜宮城プロジェクトって聞いて、うん、なんかイメージがつかなくて、はい、でチラシ読んだけどやっぱりイメージつかないなって思ってたんですけど、うん、はい、さっきちょっとだけ話聞いたり、ね、うん、今の話聞いたりしたらですね、あのこれね、めちゃくちゃ重要な意味があるなって分かったんですね。嬉しい、 ありがとうございます。これはね、あのよくスピリチュアルの話でも、うん、なんとかの時代とか、うん、そのね、あの区切り、今生きてるのはどういう時代とか、はい、これからどういう時代とか、なんかいろいろ言ったりするけど、はい、これはね、その6月23日をですね、あの感謝に変えるっていうのは、はい、あの新しい時代が始まるんですよ。そうですね、そうです、そうです、そうなんです。僕はそう思ってて、はい、あの要はあの本当はですね、はい、もちろん戦争を忘れないっていうことは大事って言うけど、うん、実は別に戦争を忘れないことが目的じゃないんですよ、うん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 、絶対。でも今までは戦争を忘れてないことにフォーカスしてるんですけど、はい、あのフォーカスするところはですね、はい、あの過去 の, あのそういう、まあ、ネガティブな出来事をどのようにして僕たちが乗り越えて、はい、まあ、あの楽しくというか、うん、その明るい世界を作っていくかですけど、まあ、そこにフォーカスはされず、悲しみにずっとフォーカスされてたんで、あのなんだかなって思ってたところもあったんですね、正直。でもあのムチヌグスージサビがでね、ありましたけど、はい、命の感謝祭をしようというのが、うん、あ、へーと、新時代到来だなって思って、はい、そう言ってもらえると、ね、嬉しいやったありがとうございます。今ですね、まあ、この、うん、あのイベントをに関わっているのが、はい、もう本当に 99.9% ボランティアで、うんうんうん、やりながらみんなで作っていくという感じなんですね。だから思いついたらこれやってみよう、あれやってみようっていう、はい、もう本当に突発的に、はい、あのいろんなことがこうあの起こっているんですけど、その中に、うんうんうん、あのあなたの命とはっていう問いかけで、はい、皆さんがあのこうね、こう B4 ぐらいの、はい、
紙にね、書いてもらって一言、はい、あなたの命とはって聞かれた時に、うん、その人が答える、はい、なんていうのかな、メッセージを書いてもらっているんですね、はい、人によっては、まあそれは時間であるとか喜びであるとか、はい、愛であるとか、はい、みんな答えは全然違うんですよ、はい、もう大人から子供まで、うん、命とはと問われた時に答える言葉は違うんですけど、うん、やっぱりそこにその人の自分 の, その生まれてきた意味とか魂の約束とか、はい、何かその答えを皆さん持っていて、うん、でその命を輝かせようというのがこのイベントなんですね、うん、だからありのままの一人一人違う、はい、ありのままのあなたの命をみんながこう出し輝かせながらお祭りしようっていうところなので、はいはい、私たちプロジェクトのスタッフもそれぞれみんな役割が、はい、違っていて得意なこともみんな違っていて、はい、だけどみんながなんかこの自分の喜びの中でできることをやるっていう、はい、スタッフたちがこう作り上げていってまさに私たちもなんだろうありのままでいいんだよとか、うん、自分にできることをしようねとかそうそうそう楽しみながら喜びながら、うん、なんかやっていこうっていう人たちの集まりで今作られている、うん、なるほど、はい、そういうイベントです。要はやりながら作ってるわけですね。そうなんです、うん、はい、もうその通り。イベントって僕はね、以前イベント企画したりしてたこともあったけど、はい、誰に何を届けるのかっていうのを徹底的に考えてから、はい、イベントタイトルとか作ったりしてたんですね、うんうん、でもそのね、竜宮城プロジェクトはそのなんかね、何かの志のもとに、はい、大勢の人が集まって、はい、じゃあみんなで何かを作ろうっていうもの、うん、だから目的が何なのかってその決まってるわけではなくて、うん、その今作ってる途中その今の時間が目的を達成してて、うんうん、そうですね、まあ、もちろんね本当にその通り沖縄竜宮城にするとかその何かね、うん、このスローガンみたいなのがあるんですけど、はい、やっぱこれから何かしらね、その精神的な新しい時代が始まっていく、うん、何祭り、はい、その手探りで、そうなんです、手探りで、そう、そう、ね、面白そうですね、面白いです。うん、このね、コンベンションというこの沖縄では大きなこの会場を、うん、お借りすることになったんですけれども、はい、まあ、お席3,500-4,000人ぐらいのお客様をお迎えするんですけれども、4,000人、はいはい、その会場を抑えたのが、はい、このイベントの主催者の中村まりえさんという、うん、はい、女性なんですが、はい、まあ、まりえさんも、うん、一般の主婦がこの会場を抑えたということで、うん、コンベンションもすごくびっくりされたそうなんですね、うん、当然ながら普通は企業だったりとかその大きなところが、うんうんうん、抑えるような会場を、うん、一般の主婦が、はい、一人一人で抑えたということに、はい、もう驚きのようででもなんかそういう一般の人たちが、はい、集まって作り上げていくっていう、うん、この新しい形なのかもしれないなと思います、うんうんうん、今までのこの規制概念というか、うん、そういったのがどんどんこう崩れていくっていうのが、うん、もうやることいろんなのが前代未聞みたいな感じで、うん、進んでいるんです、うん、本当ですね、はい、いや変わったイベントですね、うん、いろんな意味で、うん、とても変わってると思います、ね。いや、これは内容というか、はい、どんなことがその日は行われるんですかね。はい、ですね、今隣に座っている牛犬とみちゃんが、はい、まずはスタートに関わるんですけれども、はい、このイベントのオープニングがですね、はい、女性100人による、うん、竜宮ホラガール、まあ、これは県内の人もそうですけど県外からもいらっしゃる、はい、みんなでホラ貝を吹いてお扉開きをして、はい、オープニングをします、うん、はい、
まあ、それがすごくこれも多分世界で初めて、はい、でそうですよね、ギネスブックに間に合わなかったので申請はしてないんですけど、それぐらい世界で初めての、はい、竜宮ホラガールがお扉木でオープニングを飾るんですけど、はいはい、その後、ですね、琉球エスプリカルテットという、はい、グループが、うん、鍵屋で風で幕開けをします、はい、でその後はこちらのチラシにも書いてくれた大城清太さん、天描画の大城清太さんの公演がありまして、私たち、なんだっけ、命の始まり僕らは、宿分役割を持って生まれてきたっていうタイトルで、はい、上市のおばあのお話も含め面白い話をしていただけます、うん、それから、まあ、もう一つ公演があってですね、はい、縄文エネルギー研究所というところから、はい、中山康直さんという方がいらっしゃって、うん、また講演をしてくれるんですけれども、はい、まあ、タイトルが竜宮元年、うん、琉球から生まれる新たな地球という、まあ、これも面白いタイトルでお話をしてくれて、あとですね、もう、はい、アーティストの方がいっぱい、もう本当に次から次へと出演してくださるんですけど、うん、はい、長峰ルーシーさんとか大城蘭さんとか、うん、あと県ステージのと七連太鼓の皆さん、あとコンスタントグローの方、はい、それから、キッズダンスの子どもたち、うん、それから、これはフラダンスのですね、これはフラダンスのグループだったり、はい、あとポトスという中学生のユニットも出ます。はい、あとはもう次から次へともう盛りだくさんなんですね、うんうんうん、で皆さん思いを持って、はい、このイベントに賛同してくださって、うん、ぜひぜひ協力してくださるという方たちが皆さん来てくださって、みんなでも喜びと楽しみで命のお祝いをしようという、うんうん、で来年の2020年オリンピックの年に、うん、はい、なんかそのテーマソング NHK でテーマソングになってるというパプリカっていう歌があるんですけど、うん、はい、それを今回ポトスという中学生のユニットが歌ってくれるんですが、うん、はい、その時にそのポトスの歌とともに、はい、パプリカの踊り、今すごく子どもたちの中で大人気で、うん、はい、大流行りみたいなんですけど、はい、その踊りをみんなでやろうということになって、うん、でそのコンベンションのこの展示塔の舞台がですね、はい、私たちのね、もうみんなの注目だった安室奈美恵ちゃんの最後の舞台が、はい、その展示塔のコンベンションの展示塔の舞台だった、うん、そのステージに、はい、みんな来ていいよっていう、子どもたち出たい子みんな出ていいよっていう、うん、ことでみんなに呼びかけをしているので、はい、一緒にパプリカを踊ってくれる子たちを今もどんどん募集して、はい、みんなにステージに上がってもらって、うん、未来の安室ちゃんを超える子たちをこのステージで経験してもらいたいなっていう思いもあります、うん、これ結婚式の勝ち足みたいですね。はい、そうなんです、そうなんです、もう本当にその通りで、もうどん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 上がってくるっていう、うん、ね、ツイキャスって言って今ツイキャスっていうので、はい、その動画配信されてるんですけど、うん、内地の方がいっぱい見てるんですね。ああ、そうなんですか。ね、沖縄では結婚式のもう最後のプログラムというかね、はい、最後にはみんなで舞台に上がってこのカチャーシーって言って、ね、うん、やりますね。ね、両手上げて、うん、カチャーシーね、もうなんて表現してるか右に左に、右に左に、うんうん、これでね、みんなで祝って終わるんですけどね、このイベントでもなんかやります。もちろん最後はカチャーシーで終わります。あ、本当ですか。締めです。じゃあ行こうみたいな。もう来てください。あ、すいません、ここでちょうど半分なので一旦 CM してまた後半、はい、お話聞いていきたいと思います。はい、それでは一旦 CM です。